シーザー・ペリはアルゼンチン出身のアメリカの建築家。ペリクラーク・ペリア・アーキテクツ代表。設計事務所はイエール大学で有名なアメリカ合衆国コネチカット州のニューヘイブンに本部がある。1980年代のポストモダン建築の時代に一世を風靡したペリのそのデザインは曲線を描くファサードの多様や金属素材の印象的な仕様で知られている。また、 世界有数の高さを誇る超高層オフィスビルの数々や都市のランドマークとなる建築物の設計などを手掛けることでも知られる。ペリーは1926年にサンミゲルデ・トゥクマンで生まれ、サンミゲルデ・トゥクマン国立大学で建築を学ぶ。1949年に同校を卒業した後、1952年アメリカ合衆国に移民し、イリノイ大学アーバナ・シャンペーン校で学んだ。 1964年にはアメリカの市民権を得た。彼の建築家としての輝かしいキャリアは1954年から10年間、勤めたエーロ・サーリネンの建築設計事務所での勤務から始まっている。また彼は教育者でもあり、1977年にイエール大学建築学部の学部長に任命され、1984年までその任を果たしている。 若い建築学生たちに向けて書いた著書 Observations for Young Architects もある。1991年、アイアはペリをアメリカで最も影響力のある存命中の建築家10人の一人に選定した。ペリは多くの建築賞を受賞しているが1995年にはアイアゴールドメダルを受賞し、建築の理論と実践の上で影響を残し続ける。 数多くの重要な作品を残したことが評価された。ペリの有名な作品は、マレーシアの首都クアラルンプールにある一時は、世界一の高さを誇ったペトロナスツインタワーや、ニューヨークのワールドフィナンシャルセンター、ニューヨーク近代美術館増築、カーネキーホールタワー、香港の香港国際金融中心などが挙げられる。また、ペリは日本でも、羽田空港第二ターミナルビル、 アタゴグリーンヒルズ、日本橋三井タワー、中野島三井ビルディング、NTT 新宿本社ビル、国立国際美術館、大阪歴史博物館、シーホークホテルリゾート、倉吉パークスクエア、アベノハルカスなどを手掛けている。2019年7月19日、コネチカット州、ニューヘイブンの自宅で死去。去年92。ウェルズファーゴセンター。 ミネアポリスカーネギーホールタワーバンクオブアメリカ777タワーワールドフィナンシャルセンターゴールドマンサックスタワーヒルトン福岡シーホークアベノハルカス ABC ザ・ペリリアクレキ三井淳アソシエーツ建築設計事務所株式会社アザブダイ再開発事業アザブダイパークハウスありがとうございます